はい、やっとかみしております。本日は令和5年の8月の6日、ここは北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅です。日本で最も長い新幹線の駅名です。さて今回なんですけども、タイトルにもありますように、日本で最もスリリングな鉄道に乗ってきたということでお届けをしていきます。よろしくお願いします。黒部宇奈月温泉駅、駅の外に出てくるとこんな感じです。見渡すとですね、向こうの方にオレンジ色の列車が止まっているというのがお分かりいただけると思います。これこそがですね、今回紹介をしたかった日本で最もスリリングな鉄道ということになっているようです。まあ、ただですね、この日本で最もスリリングな鉄道黒部宇奈月温泉駅、新幹線の駅からそのまま乗れるというわけではないようでして、ここからですね、富山地方鉄道という路線に30分ぐらい乗りまして、宇奈月温泉駅までまず向かう必要があります。というわけでやってきました富山地方鉄道の電車、元京阪の車両に乗りまして、この列車の終点宇奈月温泉まで向かっていきます。最初は平坦なところを通っていたんですけど、だんだん山になってきまして、終点の宇奈月温泉に到着です。だいたい黒部宇奈月温泉から30分ぐらいで終点の宇奈月温泉まで到着です。そして横にもう一つ鉄道の車両基地的な設備が見えると思います。これこそが今回紹介をしたかった黒部峡谷鉄道という路線です。ちょうど貨車の入れ替え作業が行われていました。お、これは突砲という作業ですね。貨車を後ろから機関車で押し、途中で連結を離して機関車だけが停車をして貨車を持っていきたいところまで持っていく、まあ、そんな方法なんですけども、まあ、結構危険も伴うということで日本ではだいぶ縮小されていまして、おそらく今日本でやっているのはここだけなんじゃないかな、そういう結構珍しいものを見ることもできました。まあ、こんな感じで列車自体は動いてはいるんですけども、もうこの動画を撮影している17時半過ぎの段階だと旅客列車の営業は全て終わっているようなので、列車に乗るためには翌日まで待つ必要があります。さあ、というわけで翌朝になりました。富山地方鉄道の宇奈月温泉駅から5分ほど歩いたところ、お隣にですね、黒部峡谷鉄道の宇奈月駅が存在しています。駅舎の中に入ってきました。ディスプレイには7時11分発欅平行きと表示されているんですけども、一般のお客様は乗れませんという案内がなされ、また列車の種別も工事列車というふうに書かれています。一体これはどういうことなのでしょうか。実はですね、この黒部峡谷鉄道というのはもともと関西電力の前身にあたる日本電力というところが敷いた鉄道でして、日本一のダムとも言われる黒部ダムへの資材の運搬が大きな役割だったのです。それを今では観光用の路線として一般の人にも開放しているというのがこの黒部峡谷鉄道なんですね。まあ、現在でも資材の運搬のための列車が走っていまして、それが工事列車、一般のお客さんは乗れない列車ということになっているのです。さあ、7時11分発の工事列車が出発していきます。本当に小さな N ゲージのような機関車が2両で、これまた小さな客車、トロッコの客車を牽引していきます。中には人が乗っているのが伺えますが、これは全部関西電力の社員さんです。黒部のダムへ向かう通勤の列車ということになっているのです。そして最後尾には貨車も連結されていまして、ダムへ向かう資材の運搬ということをやっている、そういう様子を伺うこともできます。またもう一つ、乗車をする前に注目をしておきたいのがこの線路幅ですね。実はこの黒部峡谷鉄道の線路幅は762ミリという線路幅を採用していまして、これは日本では3箇所しかない非常に珍しい線路幅になっています。日本では一般に JR の在来線を含めて1067ミリという線路幅が採用されていることが多く、また新幹線は1435ミリという線路幅になっているのですが、この黒部峡谷鉄道はその新幹線の半分ぐらいの線路幅しかないということになっているわけです。日本でも昔は762ミリの線路幅の鉄道、全国各地至る所にあったのですが、やはり線路幅が狭いといろいろ制約を受けるということで、次第に JR の在来線と同じ1067ミリに線路幅が変更されるということが行われてきていました。しかしこの黒部峡谷鉄道に関しては、黒部の V 字峡谷、非常に険しいところを通っていくということで、まあ、なるべく線路幅が小さい方が有利、まあ、そういうことで現在でもこの762ミリの線路幅が残っている、そういう話も聞きます。この黒部峡谷鉄道が一般のお客さんには開放していない関西電力専用の路線だった当時もですね、やはり観光客とか鉄道マニアによって、お金は払うから乗せてくれ、まあ、そういうふうに要望されることも結構あったようです。まあ、その際にはですね、便乗という形で乗車を認めていたようなんですけども、その便乗証には命の保証はしない、まあ、そんな正し書きがされていたとも聞きます。まあ、さすがに観光列車として営業している現在では命の保証はしないということはないと思いますが、それでもですね、
当時の様子を感じられるようなスリリングな車窓も楽しむことができましたので、そのあたりもお届けしていけたらと思います。というわけで駅に入っていきました。今回乗車をしていくのはこちら10時3分発の欅平行きの列車に乗車をしていきます。まあ、今回訪れたのは月曜日だったので、さすがに観光列車そこまで人は乗っていないんじゃないかなとも思ったんですけども、見てください、こんな感じ、めちゃくちゃたくさん駅の中人がいまして、正直ね、こんなにたくさん人が乗っているんだと驚きました。今回終点までの切符はこちらです。同行者がいますので2人分の料金となっています。料金はなんと7920円、これ往復の料金でこれですから、片道1人当たり2000円弱といったところです。黒部峡谷鉄道は全線 20.1 キロの路線ですから、それで片道2000円弱ということで、結構ね、高額な運賃設定になっております。さあ、改札を通りましてプラットフォームに降りていきました。今回乗っていく列車です。機関車は EDR 型という名前がついているようです。見るとこんな感じ、関西電力という名番がついていました。まあ、正式には関西電力の完全子会社黒部峡谷鉄道ですが、一応所有としては関西電力ということになるのかな。まあ、多分そうだと思います。そしてこちらが今回乗っていく客車、非常に開放的な作りになっております。一応これに追加で500円ぐらい払うと、ちゃんと横の壁もある車両に乗ることができるんですけども、まあ、今回よりスリリングということで、こちらの通常型の車両に乗っていくことにしました。命の保証はしませんと書いてあったとか、そんな危険を変えてまでもこの作業用の列車に乗り込みたいと思わせる強い魅力があったでしょうね。さあ、信号が青になりまして、まもなくこの非常にスリリングな黒部峡谷鉄道を出発していきます。私、室井茂がご案内する見どころいっぱいのトロッコ電車の旅、どうぞお楽しみください。さあ、というわけで列車は始発の宇奈月駅を出発していきます。終点の欅平まで 20.1 キロ、1時間20分ほどかけて結んでいくということになります。黒部峡谷鉄道本線の駅としては10の駅が設置されております。ただそのうち一般のお客さんが乗り降り可能な途中停車駅は黒薙駅、金釣り駅、その2つのみということになっております。さあ、列車は1つ目のトンネルを抜けますと鉄橋を渡っていきます。渡っていく川は黒部川です。非常に高いところを走っていきまして、高所恐怖症の人にとってはちょっとこれもスリリングなんじゃないかな、そんな気がいたします。向こうの方に似たような鉄橋も見えますが、あれは黒部峡谷鉄道の急線ということになります。今では線路付け替えによって、今我々が通っているところ、ここに線路が付け直されたわけです。向こうの方で旗を振ってくれている方がいます。そしてまたトンネルを渡りますと、2つ目の名所宇奈月ダムが見えてまいります。こんな感じ、一応完成したのは2001年と比較的新しいダムになっております。新柳原発電所に併設された柳橋駅を通過していきます。一般のお客さんは乗り降りできない、そんな駅になっています。以上、こんな感じで反対の列車とのすれ違い、まあ、そういったことも行われました。対向の列車は一般のお客さんが乗るトロッコ客車と工事用の貨車が混ざった、そんな編成でした。対向の貨車のところ、架線注意という文言がありましたが、これも一つスリリングなポイントだと思います。今ちょうど一瞬架線が映りましたが、車両が小ぶりということで、この架線もね、比較的低いところにかかっていまして、特にプラットフォームにいる時なんかはですね、手を出せば届きそうな、それぐらいの位置にあるんですね。流れてるのは一応600ボルトの電気ですから、触ってしまったらただでは済まない、そんな感じになっているんですね。ちょっとね、気をつけないといけないポイントだと思います。ちょうど私たちの目線の高さを走るラインに温泉を入れている。
さあ対岸に見えるパイプは温泉を送っているパイプです。この下流にありますうなずき温泉は今年令和5年で開湯100周年を迎える、まあ、温泉としては比較的歴史の浅い温泉になっているんですけども、まあ、それもそのはずでして、まあ、うなずきのあたりで温泉が湧いているというわけではなくて、この上流にあります黒なぎで出た温泉をこのパイプを使ってうなずきまで運び、そこで温泉を営業している、まあ、そんな感じになっているんですね。このうなずき温泉のパイプに関して法律の界隈で非常に有名になっているのがうなずき温泉事件です。このうなずき温泉のパイプは基本的にその土地の利用権を得て設置されているんですけども、2坪だけその土地の利用権を得ずに設置した場所があったようなんです。それに対して土地の所有者はですね、怒りまして、土地を非常に高額な価格で買い取るか、さもなくばこのパイプを撤去するよう求めたようです。まあ、結局その土地の所有者の要望はいずれも無視されまして、さらに怒り狂った土地の所有者は最後裁判に打って出たんですね。まあ、ただ最終的に大審議でも、それはさすがに権利の乱用ではないかということで原告土地の所有者の主張は却下されまして、まあ、これが日本の裁判史上で初めて権利の乱用について判決が出た例ということで、法律の界隈ではうなずき温泉が非常に有名な温泉になってしまったのです。さあそんなうなずき温泉の源泉黒なぎ温泉のあたりにあります黒なぎ駅に進入していきます。ここでは何かお客さんも降りて行かれました。高所からの車窓も非常にスリリングなのですが、最もスリリングなのはやはりこのトンネル内だと思います。これは折り返しの列車に乗った時に撮影した映像ですが、こんな感じ、非常にゴツゴツしていまして、しかも線路幅が非常に狭いため、トンネルの壁もですね、結構近いところまで迫ってきていまして、結構ねこれがスリリングに感じます。以上この列車の最高速度は25キロに設定されているんですけども、この岩場が迫ってくるような感じ、まるで列車が100キロぐらいは出てるんじゃないか、そんな錯覚にも陥ります。つくづく速度というのは相対的なものなんだ、そんな風に感じます。笹平です。出し平ダム付近の出し平駅です。お客さんの乗り降りはできませんが、対向列車すれ違いのため少々停車しました。さあ猫又駅に到着する手前で見えてくる巨大な構造物、これは黒部第二発電所です。またその発電所につながる赤い鉄橋、これはフィーレンディール構造と呼ばれる構造で作られた鉄橋になっていまして、近代日本では2例しかない非常に珍しい構造の橋になっています。というわけで列車は猫又に滑り込んでいきます。ここでも乗客の乗り降りはできない、そんな駅になっています。また対向の列車とのすれ違い待ちをして出発していきます。さあ黒なぎ駅以来のお客さん乗り降り可能な駅、金鶴駅に到着していきます。この駅には一つ特徴的なポイントがあります。それはスイッチバックするというところです。こういった急勾配が続く路線で列車が坂道で止まってしまうと再び動き出すことが難しいということで、駅などは平らなところに作るというのが一般的なのですが、山岳地帯を走る路線ではなかなか平らなところを確保することが難しいということで、一度平らなところを作っておいてそこに列車を突っ込んでおき、出発する際には一度バックをしてから本線に入る、まあ、そういう形を取るんですね。こんな感じで盛大にバックをしていきまして、また停車をしてポイントを切り替えて本線に進入していきます。
ちなみにこの黒部峡谷鉄道、冬の間は雪が深いということで全部運休しているんですけども、特にこのトンネルを出たあたりに関してはですね、毎年雪崩が発生するということで線路ごと取り外してしまってトンネルも閉鎖する、そういうことを行っているようです。毎年春になると線路を敷き直すということで、確かに片道2000円分の運賃、それぐらいの手間はかかってるんじゃないか、そんな風にも思えていきます。さあ、小谷平駅に到着です。この次の停車駅が欅平終点ということで、ここが最後の途中停車駅です。そしてここには関西電力小谷平ダムがあります。温泉施設としてサルトビ山荘、名犬温泉、ババダニ温泉、ここで最後の列車交換をしまして終点の欅平まで向かっていきます。さあ、というわけで終点の欅平に到着です。時刻は11時22分ということで、約1時間20分ほどかかったということになります。ここには黒部川第三発電所がございます。皆さんよくご存知、日本で一番大きなダム、黒部ダムはさらにこの先にありまして、実はこのトロッコ列車に関してもこの先まだまだ続いてはいるんですけども、現状一般列車が走っているのはこの欅平までということになっています。ただ2024年度にはこの先も一般列車が走るようになる、そんな話もありまして、それも、ね、一つ楽しみなところです。というわけで今回は日本で最もスリリングだと思われる鉄道ということで、黒部峡谷鉄道を紹介してまいりました。かつては切符に命の保証はしない、そんな風に書かれていた、そんな黒部峡谷鉄道なんですけども、確かにそのリスクを冒してまでも乗る価値のある、非常にスリリングな、また絶景が広がる車窓を楽しむことができました。ぜひ皆さんもですね、刺激を求めてこの黒部峡谷鉄道乗られてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。